さあ始まりました寿司企画、天ぷらです。藤山です。赤間です。カブトです。忍びです。さあ今回はですね、こちら静岡県伊東市の船の上、はい、今から寿司フィッシング、どうしよう、やったー、釣り王決定戦、誰が一番釣るんだということですよ。こちらね、伊東市宇佐美の二階屋丸、こちらの船でねやらさせていただきます。船長です。あ、こんにちは、二階屋丸船長です。そしてキベペン仏です。絶対に顔を見せない仏こそキベペンねえ、ということでぜひ利用してみてください。いいですよ、ここは。お値段とかってどんぐらいなの、これ。どんくらいでできるんですか、この釣りは。通常だいたい乗り合い船だと1人1万1000円から、はい、これでもう自由に、はい、今日は僕たちは時間がずれ込んじゃって、本当はもっと早朝だったらバコバコ釣れると、はい、いうことなんですけども、10時ぐらい、はい、だから釣れたらすごいよぐらいの時間です。あ、なるほど。でもあえてその時間を選んでますから。なんであえた、まあ、あえたと言いますか、今ねいたずらをしまして我々の全国ツアーのいたずらを、まあたまに全国ツアーで流したいたずらもこの寿司ボーイズで流すじゃないですか。クオリティ違うでしょニヤニヤしちゃいました、思い出すね一言であのいたずらをかけられて、まあネタバレにならないぐらいの感想お願いします。いや、本物だと思ったよ。相変わらず愛くるしかったですよ。お前らで愛くるしいということで、今からは気を取り直して4人で、はい、釣り王決定戦行きましょうよ。オッケー、よっしゃ。誰が一番制限時間30分以内で釣り上げるのか、はい、これだけでいきたいと思います。だいたい1匹2匹勝負かな。いや、1匹釣れたらすごいと思うよ、ね、最初はグー、じゃんけんぽい。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 僕じゃあ船長のアドバイス聞きたいんで、一応。あ、ここね。俺はケンスケの右なんで、こっちで。僕ちょっと酔っちゃいそうなんで、前の方で。じゃあこれでいきます。え、聞いてた。ないのよ。マジカルズのパワーだからみたいに。そうなの。横取りとかないから。ここで一緒に一緒に釣る。一緒に。はい。ないまま始まっちゃった。え、来たかもしれない。うん、あ、藤山に。もしや今ビクビクってきた。早かったかもしれない。でもピクったよ。あー、飲みきってないかな。うん、毒毒できた。うん、ビクビクってきた、ね、毒毒毒毒合ってんの。まあでもコマセを変えようかなと思ってたからちょうどいいや。あー、外れちゃった。わかんねえけど、もう今来てないもんね。多分いないね。来てないんかい。あの、一瞬当たったけど逃げちゃった感じ。空っぽじゃん。あ、いた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 、来てる来てる来てる。あ、来てる来てた。え、これはなんか、ほら、はいはいはい。おお、すげえ。これは何でしょう。何、どこにくっついてんの。何これ、引っ掛けたのかな。俺お腹に引っ掛けた。うまくエラに引っ掛かってる。飲み込んじゃったのかな。これはレンコダイですね。レンコダイ、はい、レンコダイ、レンコダイ、レンコダイ、15センチくらい。どういうことこれ。あ、いや、エラの飲み込んでエラの中から、ああ、そう、引っ掛かってるだけだった。着地にあるね。あるわ。うん、ちゃんと食べてる。え、おい、釣れてた。見せて見せて見せて。でけえじゃねえかよ。釣れてました。お前、でけえ。でけえじゃねえかよ。
釣れてた。昔なんかもあっただろう。いやいや、ちょっと分かんなかったっす。これもタイ。これもタイですか。これ、レンコダイ。一緒。一緒のやつもでかい。もうちょっと上げて、顔の横まで。やったちょっと測ってあげて。20センチ超え。23ぐらい。はい。うわー、やったうわ。いいね、釣れるね。すいません。悔しいわ。とうとう袴にも。ああ、来てるっぽいね。来てる。来てる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 。いた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 。レンコダイね、レンコダイ。もうちょっと巻きましょう。立てて巻いて。なんだよ。やりましたー。おでけありがとうございます。すごい。23、4ありますね。5ありますね。でかい。残すは天ぷらだけです。これさ、なんだろう、上のさ、何巻き絵あれが壊れてんじゃん。ほら、あ、ちょっとこれはこれだって俺のどこから出るのって話だから、ちょっとそれはチェック入れてほしい。皆さんちょっと見てもらってもいいですか。これは全くコマセが巻かれていない。うん、もう大ハンデ。この状態でやるんですか。うわー、あ、ちょっと藤山が、はい、来ました。あ、藤山来た。すげー。ちょっと小ぶりかな。また小ぶりだ。こちらに見せていただいて、はい、こちらでございます。はい。うわー、すごい。ちっせーな、またちっせー。あ、違うやべ、6.5。ちっせー。もっとある。こっち巻き上げて、巻き上げみたいな。18。巻き上げみたいな。なんて、あ、違うっていうの言っちゃう。藤山2匹目。2、1、1、1、0。この太陽のコマセエンジェル、なんとかしてくれよ。さあ、あ、ちょっとここが開いた。上、あ、見して。変わったんですか。変えてくれた。よし。うん、来た。絶対来た。念願の1匹目。正直これが釣れれば収録を終えることができる。さあどうだ。さあどうだ。ほら、来た。なんだ、でけえ。なんだこっち。浜台でけえ、でけえの。すげえ。網はいるのかな。うわ、すげえ。なにこれ。すごい、すごい、すごいやつ。絶対浜台じゃなかった。人より台。はい、16センチぐらい。33センチ。すごい。うわ、ちょっと天ぷらの魚入れる箱がないんだ。水槽がないんだけど。これ俺だけなんか釣らないだろこいつはみたいになってるんだけど。それ藤山さん来てるよ。あ、来てる、うん、藤山も来た。結構ね、引きがあった。さあどうだ。あ、レンコダイまたしても。あ、ただ2匹目。3匹目です。でかい。まただ勢いがいい。まだもう一頭いけますよ。3匹目のレンコダイです。すごい。3匹目すげえ。はい、爆釣宣言ですね。いや、もう藤山はもう確定だね。ですね。さあ、おそらく俺と兜と袴で、あと、さあ、おそらく最後の1投ぐらい。
あ、お、来てるっぽい。来た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 からの。アマダイだ、アマダイ。アマダイが釣れたとのこと。さあ、竿をまずは置いて。竿を置いて。これ。あ、危ね。うわ、でかい。うわ、カモ、カモも使って。すげー、すごい。さあ。でかい。うわ、見たい、見たいぞ。さあ、あの逃がさないように来ましたね。うわアマダイ、アマダイだ、でけえ、うわいや、半端ねえ、じゃあ半端ねえ、やんごとねえ半端ねえ、やんごとねえ、うれしい、これマジででかい、お二人からその言葉いただいた、ありがとうございます。40センチぐらいある。また連呼台の可能性が、あ、手応え的に 連呼感がある、これは連呼ですね。さあ終了の宣言がされました。終了のお知らせ。さあ内山は来ています。カブトはまだ一匹一匹です。天ぷらもまだ、袴は釣った直後。はい、本日4匹目の藤山4匹目の連呼台でございます。連呼、素晴らしい。またまたしても連呼、また連呼か。さあということで30分が終了いたしまして、釣果、はいはい、を発表しましょう、はい、連呼台4匹です。連呼台を4匹。いやすごい、はい、そして袴さんが、はい、僕連呼台1のアバ台1。そして兜が僕の、連呼台1ですね。で僕が糸寄り台1、はい、ということで一応価値をね船長に聞いたところ、はい、連呼台が今回の、まあ、連呼台、糸寄り台、アマダイとありますが、はい、連呼台が一番価値が低いと、はいはい、まあね、こんだけ釣れて、まあまあまあ、まあ、連呼台がじゃあ1匹1ポイントだとしたら、はい、4ポイントじゃないですか。1ポイントで糸寄り台は連呼台の2倍ぐらいの価値だと、ということで2ポイント、ポイント、はい、でアマダイは連呼台の10倍の価値だと、はい、11ポイント、ありがとうございます11ポイント11対4対2対1です、はい、これはもう罰ゲームはカブトです。罰ゲーム、優勝でおめでとうって言われた。フィッシングギャグを。フィッシングギャグ、ギャガーじゃないんだよなこの人。フィッシングギャグ、わっ来た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 、おーわー来た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 、よいしょー、レンコパイ、明るい、彼は明るい、明るい。第1回釣りは袴、ありがとうございます、ありがとうございます。おっしゃー、魚狙いでまたやってみたいね。いや、いいですね。また、次なる釣りを楽しみにしておいてください。はい、また来週、さよなら、バイバイ。